山陰合同銀行は野村証券の金融商品などを扱う新たな顧客窓口を松江、鳥取、米子の3カ所に今日開設しました。このうち松江コンサルティングプラザでは営業開始前に朝礼が行われ、山崎徹頭取がおよそ60人の社員に向け挨拶しました。この窓口では野村証券が持つ幅広い金融商品の提案と山陰合同銀行が培う顧客への提案体制を分業することで顧客により良い商品を進めることができ、コスト削減も期待できます。十分にお客様に届けてこれなかったいろんな金融情報や金融サービスをこれからご提供できる。この窓口では資産運用や投資信託の相談にも対応します。